はい、そうしましたらですね、ガイダンス始めたいと思います。今日なんですけども、仕事も年収も勉強方法も一挙公開という内容で、まあ、15分程度ですね、お話しさせていただこうかなというふうに思ってます。で、こちらですね、レックのパンフレットになっているので、まあ、こちらでざっくりとですね、まあ、仕事とか、まあ、勉強方法も含めてですね、お話しさせていただこうかなというふうに思ってます。まあ、レックに関してはもうご存知の方も多いと思うんですけども、まあ、弁理士試験でですね、まあ、たくさん合格者を輩出している予備校という、まあ、そういう認識をお持ちいただけているかと思います。で、こちらのパンフレットをですね、お取り寄せいただければ、合格者の体験記録とかですね、見れるかなというふうに思っています。で、まず弁理士の仕事なんですけども、基本的にはですね、まあ、出願とかですね、まあ、あとは、侵害の鑑定であったりとかっていうところで、知的財産権っていうところを扱ってるっていうところに関しては、まあ、皆さん、当然ながらですね、まあ、これ見てるということは、まあ、ご存知かなのかなというふうに思います。で、まあ、広がる弁理士というところで、まあ、ここで、わっと整理がされているので、わかりやすいので、ご確認いただければというふうに思うんですけど、今まではですね、ここの、いわゆるその特許事務所ですね、合格した後に、まあ、特許事務所に行って、まあ、上がりということが、まあ、非常に多かったかなというふうに思うんですよね。なんですけども、弁理士というのはですね、非常にこう、他の事業と変わっている、違うところというのは、まあ、弁理士の、大体3割以上がですね、この企業内で、弁理士をやっていると。で、この企業内の弁理士の意味なんですけども、まあ、全部ですね、外部の弁理士の方にお任せするのではなくて、まあ、企業の中で、まあ、その技術であったりとか、まあ、社内事情にですね、精通しているというところを持ってですね、まあ、パイプ役として、やっていくというところが、まあ、一つ大きいかなというふうに思います。なので、知的財産も知っているし、まあ、自社の製品、あと社内のその文化とかも含めたところで、まあ、ここまで権利化した方がいいんじゃないかとかですね、そういうところの判断をしていく、まあ、ハンドリングをしていくというところですよね。まあ、そこのコミュニケーションの円滑化というところを図っていくというところが、まあ、非常に大きいかな。ここの、まあ、事務所で、まあ、しっかりプロフェッショナルとして働いていくというのも一つですし、まあ、企業内知財部の中では、まあ、自社で実際明細書を書くっていう方もいらっしゃいますけども、まあ、それよりは、まあ、私なんかもそうなんですけど、まあ、セミプロといったらあれですけども、まあ、うまくプロフェッショナルにこう気持ちよく働いてもらう環境っていうのを創出していくっていうところも、まあ、やりがいとしては非常に大きいところかなというふうに思いますね。まあ、企業内で行くと結構経営に近いところで、やっていけるっていうところも、まあ、大きいのかなというふうに思っています。で、あとは、まあ、実際に、海外に行かれてる方、まあ、海外に行かれてるというのは、出張ベースもそうですし、まあ、海外に駐在されてるっていう方もいます。知的財産の法制というのは、条約とかで縛られてることが多いので、まあ、そうするとですね、似たような法制っていうところあるんですね。ただ特許法だから、もう全く違うものになるとかいう、例えばアメリカの特許法もそうですし、他の国の特許法に関しても、基本的な設計思想が似ていることが多いっていうところもあるので、まあ、海外の案件に対しても、弁理士を持ってるとですね、まあ、理解がしやすいっていうところは、まあ、一つ大きいのかなっていうふうに思っています。あと、大学っていうふうに書いてますけど、これは大学は二つ意味があって、大学の中で働く、大学の中で、まあ、実際にそのイノベーションを起こしていく側としての、まあ、弁理士っていう意味もありますし、あと私のように、こう、国立大学で、まあ、非常勤を講師をして、まあ、教育に携わることができる、まあ、理系の、そういう、新しく生み出したその素養というものに関して、まあ、発明の種に対して、まあ、じゃあ実際にどういうふうにこう活かしていくかっていうところのアドバイスとかですね、っていうところをしつつも、まあ、さらに学生の方に対して、まあ、教育を行っていくっていうところは、まあ、非常にこう大事なところかなっていうふうに思いますし、まあ、活躍のフィールドというところはまあ広がっているんじゃないかなっていうふうに思いますよね。はい。まあ、あとは、まあ、典型的なところでいくと、まあ、ライセンスであったりとか、あとはですね、この訴訟であったりっていうところは、まあ、昔から言われているところかなというふうに思いますし、まあ、私なんかも若干ここは結構、力入れているところなんですけど、その著作権の管理業務、まあ、ないしはその著作権に関する相談とか対応とかですよね。まあ、基本的にこの辺は企業の規模の代償であったりとか、あと弁理士事務所の規模の代償というところに、まあ、依存するかなというふうに思いますし、特許事務所に関しても、特許事務所だけなのか、特許法律事務所なのか、まあ、弁護士の先生が一緒に入っているかによっては、まあ、著作権を扱わない。まあ、著作権に関連するところで、まあ、不正競争防止も扱わないというところが、まあ、絡んでくるのかなというふうに思いますね。はい。まあ、このあたりも、プラスでライセンス契約の取りまとめであったりとか、まあ、訴訟に関しても、実際に訴訟をする側、まあ、されてしまった、被告側に立ってしまった場合の対応というところに関しても、もちろん、不期代理といって、まあ、合格した後もさらに試験を受けて、まあ、弁理士で、
プラスで共同訴訟代理するっていうのも一つですし、まあ、それではなくてですね、補佐人という形で訴訟に携わることもできますので、そういう形で侵害訴訟に携わるっていうのも、まあ、一つ、あるのかなというところが、まあ、まず、弁理士の資格の、その仕事の内容というところですね。まあ、一般的には、明細書を作っていくっていうところで、まあ、すごく、こう、論理的な思考力が必要なところはあると思うんですけど、まあ、それだけじゃない。まあ、対特許庁対応だけじゃないところで、まあ、企業内のところ、企業対企業であったりとかっていうところも対応するというところで、まあ、縦の関係だけじゃなくて、国と私人の関係だけじゃなくて、まあ、私人間同士の争いであったりとかっていうところの調整なんかも、まあ、弁理士のすごく大事な仕事になってくるかなというふうに思いますよね。はい。で、そうした時に、他の先輩の弁理士として、まあ、いらっしゃるのが、例えば、内田鮫島特許、法律、内田鮫島法律事務所の、まあ、鮫島先生って、下町ロケットの、パートナー、下町ロケットに出てくる、特許弁護士のモデルになった先生ですけども、この先生なんかも、もともと弁理士から、で、さらに、弁護士になられたっていう方がいたりとかですね、まあ、次のキャリアとして、あと、龍華先生なんかに関しても、まあ、弁理士を持ちながら、まあ、アメリカの弁護士ですね、っていうのを取得して、まあ、国際的に活躍されている、まあ、今、事務所の所長ですけども、っていう方もいらっしゃいます。もともとキヤノンの特許部隊にいらっしゃったっていうことですけども、はい。まあ、発展的なキャリアとしてですね、あとは理系の方ばかりではなくて、もともとマスコミにいらっしゃったっていう、こういう、弁理士の先生も、女性の方もいらっしゃって、まあ、弁理士は、どちらかというと理系がほとんどですし、まあ、かつ男性がすごく多い。8割ぐらい男性なんですけど、まあ、逆に言うと、京都本校に関してはですね、5割ぐらいが女性なので、受講生に関してはですね、で、合格者もかなり女性の方多いので、まあ、男性も頑張って、いただいてまいりますけども、っていうところでいくと、まあ、決してですね、男性かつ理系の方に限定された、フィールドというふうには、思っていなくてですね、私自身も、まあ、法学部の卒で、まあ、文系ですけども、まあ、特にな、なんか問題があるというわけではないので、はい。なんで、まあ、文系であっても、かつ女性であっても何も問題はないと思いますね。まあ、特に商標とか衣装とかですね、まあ、その女性の感性的な、感性みたいなものを、こう、使っていくような仕事に関しては、まあ、きちんとこう入りやすいんじゃないかというふうに思いますし、あと商標に関しては、まあどうしても国際的な保護が要求されることが多いので、まあそうするとこう必然的に英語ですね、英語が使いたいとか英語が好きっていう方も結構女性の方いらっしゃるので、まあそういう場合には、そちらの英語をですね、使った仕事っていう、国際的な仕事というのを、まあ商標を介在させながらですね、専門性を持ちながら、まあやっていくというところも非常にやりがいあるんじゃないかというふうに思いますよね。まあ、その海外の話出ましたけど、フランスに実際に合格された後に行かれたっていうところで、まあ、こういう、まあ、コーディネーターですよね。まあ、実際にフランスの弁理士であるわけではないけれど、日本の弁理士を持っていることによって、日本のその法制度とかっていうのを正しく伝えて、日本での権利化っていうところにつなげてあげたりとかですね。まあ、逆に日本からまあフランスに出願したいという時の間に入っていくっていう仕事も、まあ、弁理士を持ってるからこそですね、できる仕事だと思います。非常にこうプロフェッショナルというか、高い専門性が必要な仕事になるんじゃないかなというふうに思っています。まあ、こういう形で、海外まで含めてっていうところでの仕事までとか、あとはまあ弁理士取った後のその法律家としての弁護士、まあ、アメリカであったり、まあ、日本であったりっていうところで次のネクストステップに進んでいくっていうところの、まあ、一つの、ステップとして、まあ、弁理士っていうのは、位置づけることもできるんじゃないかなというふうに思っています。で、まあ、弁理士なんですけど、当然ながら試験に合格しなければいけないので、まあ、そこの勉強をですね、当然やっていくというところで、まあ、それ我々資格試験のですね、受験指導予備校というのがあるという形になっていて、まあ、結論としてはですね、まあ、最近だいぶ難化していてですね、というのも、まあ、もともと、弁理士1万人計画っていうのはありましたけども、まあ、今1万人を超えたんですね、1万人を、超えているので、まあ、それでもう採用意欲というか合格者としてもたくさん輩出しないということで、まあ、200人ぐらいしかですね、最終合格はしていないという形になっているというところですね。で、まず担当試験がある。まあ、マークシート試験がある。まあ、これご存知の方多いと思うんですよね。ただ、この担当試験がですね、だいぶ難化してまして、まあ、ここで、ちょっと見にくいと思いますけど、合格率としては、まあ、令和2年は18%あったんですけど、令和3年は11.3%で、で、令和4年に関しては10.3%という形になっていて、まあ、大体10%ちょっとぐらいの合格率になってるというところなんですね。なので、この最初のですね、階段のところが、まあ、今、おそらく一番大きな階段になっているかなというふうに思っていて、もともとですね、これやはり論文が最大の山というふうに言われていたんですけど、まあ、今は山は動いたかなというふうに思っています。まあ、担当
の試験をどうやってクリアするかというところがすごく大事になっている。もうこの段階で、まあ、10人に1人しか合格しないという形になりますから、まあ、20人ぐらいの規模のクラスだと2人しか合格しない、まともに行くという形になってしまうというところなので、まあ、ここをどうやって対応していくかですね。で、一つ注意がいるところは、担当試験ぐらいは独学でできるだろうって思って頑張ってる方結構いらっしゃるんですけど、実は真逆でして、まあ、山が動いたっていう話もあるんですけども、担当試験こそですね、まあ、人に説明できるレベルで、つまり担当試験っていうのはマークシートを選べば合格できるというふうに思ってる方多いと思うんですけど、その子の選んだ理由というのをしっかりつけられるような形で、普段の勉強していかないと、まあ、再現性がない状態になっていって、で、本番においても、なんとなく丸、なんとなく×みたいな形で切っていく、足を切っていくっていう、正誤反応していくっていう形になっていくんで、まあ、だいぶ不安定な感じになります。なんで、独学で勉強して、まあ、どこまで点数伸びるかわからないですけど、65%で合格するとは言いながら、まあ、65%ってだいぶハードルは高いです。足切りもありますしね、科目ごとに足切りもありますから、まあ、なかなかそこの担当試験を合格するために予備校に行くっていう選択が、まあ、実は結構、ウェイトとしては高い。みんな論文に受かるために、例えばその予備校に行って論文の書き方を学ぶとかですね、あとは実際に答案練習会、模擬試験とかっていうのを受けて採点してもらうために行くっていうのは、これは結構もう潜在意識として持ってらっしゃるんですけど、実はここに合格するためにも予備校に行くっていう視点はすごく大事になってくるってところですね。まあ、なんでこういう現象が起こるかというと、論文はですね、4科目しかないんですけど、4法例ですね。我々上4法とか司法とかって言ったりしますけど、特許と実用信用と意匠と商標だけなんですけど、こっちの担当試験は7法あるんですよね。条約と、あとは著作権法と不正競争防止法で、条約の中にはパリ条約があって、PCT があって、マドプロがあって、ジュネーブがあってみたいな形になると、まあ、7つと言えるのかみたいな、もっと実は多いんじゃないかみたいな感じになってくると、この7枚の皿、7科目を割らないように同時皿回しするって実は結構難しいんですよね。まあ一般的にはその大学入試で国立に行かれてる方はまあうまく回すしているなっていうのは印象はありますけど、まあ私学の方でもまあ関係なくてですね、まあ私学でもうまく回している方いますし、私立大学出られた方ですね。まあこの辺はまあ人によってまあ仕事のうまくこう、同時タスクで、同時タスキングができるかっていうところにも、まあ、依存するかなと思うんですけど、まあ、いずれにしてもその7枚をしっかり回していくっていうところが必要で、そこのノウハウであったりとか、スケジューリングどうやってやっていくかとか、どういうふうに維持していくか、入れた知識がすぐ抜けちゃうんだけど、みたいなところを一人でやってると結構もうそれずっと繰り返してる。入れたけどすぐ抜ける、入れたけどすぐ抜けるみたいな形で長引いてしまったりとかすることが、まあ、あるのかなというところですね。はい。なので、まあ、予備校で何を買うかというのは時間を買うということですね。まあ、一人でやって長いことやるっていうのも、もちろんこれも一つだと思うんですけども、まあ、なかなかね、そこでは、一人でやるとだいぶボリュームがあるんで、判例があって審査基準があって、当然ながら条文があるっていう中で、まあ、何をどう勉強したらいいんだろうみたいな形になっちゃうんで、優先順位がつけられない。だから時間と優先順位を買うというのが、まあ、予備校の、に行くということの意味なのかなというふうには思っています。あと論文に関しても、まあ4分の1しか合格しない。これは結局担当に受かってからのさらに4分の1っていう形になりますから、まあだいぶ、まあ、4人に1人受かるやんっていうんでいくと、担当よりは、切ればですね、それぞれバラバラに見れば合格率は高そうに見えるんですけど、担当に受かった人間の4分の1になるので、まあかなりハードルは高いです。口述に関してはね、まあ96%なんで、まあここはだいぶ合格しやすいというふうには言えると思うんですけど、まあすごく緊張してますけど、口述試験は。まあただやはり論文に関しても、まあまず法律の答案をどう書くかっていうところは結構慣れてない方が多いので、まあそういう観点でいくと、まあまずここ、方向性を間違えると。だから、例えばですけどね、極端な話、こう図を書いていいのかとか、鉛筆はいいのかとかっていうところからのスタートになってくると思うので、もうこの辺ももう予備校で一通り買ってしまうというのが、お金払って買ってしまう、そこら辺のノウハウ知識っていうのを買ってしまうっていうところで、まあ正しいベクトル、正しい方向性で勉強するってことが大事かなっていうふうには思いますね。分量勉強するっていうのはすごい大事なんですけど、方向性間違えると、もうマイナスの方に行くじゃないですか。マイナスかけたらマイナスの方に行くわけなんで、まあ掛け算だと思うんでね。ベクトルと、あとその努力量っていうのを掛け算して、まあそれで成果が出てくると思うんですけど、ここは結構方向性を間違えやすいところで、そういう意味で、論文に関しては、まあ、予備校の、まあ、受講というところが、まあ、お勧めされるところになるんじゃないかなというふうに思いますね。
はい。勉強としてはですね、まあ、これ、先生によって標榜しているフレーズは違うと思うんで、なんとも言えないんですけど、まあ、私の方で言ってるのは、すべてにおいて人に説明できるレベルにどうやって高めるかっていうところが、まあ、ゴールだというふうに思っていて、じゃ、そのためには、やはり教材を絞って何回も繰り返すっていうところと、あとは、まあ、人文社会ですからね、まあ、結局のところ、自然科学を相手にするものではないので、法律って人間が作ったものですから、そうすると、その趣旨、いわゆる理由ですよね。なんでその法律があって、なんで特許法があって、なんでその条文があって、なんでこういう要件なのかっていう理由があるはずなんですよね。で、それを抑えないといけない。それを抑えないと頭残らないんですよね。単純に条文を覚えましょうっていうような、まあ、そういう勉強方法では、まあ、なかなかこう頭に残らないし、合格が遠のくのかなっていうふうに思いますから、まあ、やはりその趣旨、目的っていうところをまあ大事に、まあ、しながら勉強するというところが、まあ、コツになってくるかなというふうに思いますね。あとテクニック的なところでいくと、単刀過去も3回回すって言うんですけど、3回回すって何をどのタイミングでどう回すかっていうところは、まあ、じゃあなぜ3回なのかとか、まあ、そういうところがこう非常に大事になってくるかと思いますから、まあ、思いますので、まあ、その辺の意味付けっていうところは、まあ、我々、レックの予備校の側の仕事かなと思いますし、はい、まあ、そういうところが逆にこうちょっと独学だとこうつかみにくい、なんとなく3回というふうに体験記に書いてあるから3回回そうみたいな形で、まあ、あまり意味のないタイミングで意味のないような形で回してしまうということが出てきてしまうのかなというところですね。はい、まあ、パンフレットに関してはね、まあ、ここに書いてる内容になってるので、まあ、あと、じゃあ39点取るために、まあ、どこら辺のレベルの問題、正答率をこれぐらいのやつを取らなきゃいけないとかいうのがこう書いてあったりとかするので、まあ、また、ここはパンフレットでぜひご確認いただけたらいいのかなというふうに思います。はい。まあ、あとちょっと年収のところはね、お話ししきれなかったんですけど、まあ、一般的にやっぱり東京の事務所とかに関しては高いかなというふうに思いますし、まあ、逆に企業内で行くと、弁理士取ったからって、ものすごく高いとかいうことは、特にないのかなというところはありますけども、ただ、まあ、新卒でやっぱり入った方とかで、まあ、ちょっと色をつける会社っていうところは、まあ、ちょこちょこできてきたりとかはしているので、まあ、そういう意味で行くと、まあ、弁理士を持ってるということが、まあ、プラスに働く、年収にとってプラスに働くってことはあるかと思いますし、あと、私のように、例えばですけど、レックで、教えさせてもらったりとか、まあ、あとはその大学で教えさせてもらうというところも、まあ、私立大学と国立大学で、まあ、非常勤とか、ゲストスピークをするっていうことをやったりとかしてますけど、まあ、そういう意味で行くと、まあ、そこの副収入もあるよねって話になると、まあ、普通の無資格の知財部員とかに比べれば、まあ多少は上乗せされるっていうところもまあ言えるのかなというふうに思いますね。ちょっと恥ずかしいんですけど、一応こういう形でパンフレットで、私の講義のコンセプトとかね、書いてあったりとかしますから、まあぜひね、一度パンフレットをお手に取っていただいて、いろいろ確認いただけるといいのかなというふうに思います。まあチューターもいますので、チューターというのは私のクラス出身で、それで、かつ、そういう相談に乗ってくれる先輩受験生、先輩合格者っていうような感じですね。まあ、この方も一発合格の先生なので、まあ、ぜひぜひ、うまく使いながらですね、まあ、予備校で、を使って、まあ、講師を使って、あとは、ひいては受験仲間を使うというところを、まあ、ぜひぜひうまくやっていただけるといいのかなというふうに思います。はい。まあ、ちょっと、コロナもあるんでね、結構オンラインで、勉強されるという方多いんですけれども、まあ、もったいないなというふうに思っていて、私自身も合格した後に、研修があるんですけど、弁理士の研修の時も、受験仲間にすごく助けてもらいましたし、受験期間中は当然なんですけど、で、あとはその、大学の非常勤の仕事なんかも、その受験仲間からもらったんですね。こういう案件あるけどどうですかって言って、渡辺先生やられますかっていうので、まあ、お話をいただいたっていうところもあったりとかしますし、当然ながらここの、はい。レックで予備校で、教えるっていうところに関しても、まあ、受験してるからっていうところもありますけど、まあ、横の関係もすごく大事になってくるので、まあ、それはもう、ぜひぜひ、生クラスっていうところの、まあ、いいところかなっていうふうに思いますんで、まあ、ひいてはこの受験仲間を使う。予備校を使って、我々講師とかチューターを使って、さらにその受験仲間も、まあ、いい意味でうまく利用するっていうところ、まあ、その総合で、全員合格っていうところを目指してやってるっていうのが、まあ、生講義の、まあ、やろうとしてるところになりますので、はい。まあ、ぜひ、よろしければですね、一回、レックの方にお越しいただければな、というふうに思います。で、それで直接、直に我々であったりとかですね、我々、講師陣であったりとか、まあ、あとはそのレックの事務局の方で、いろいろ話していただければ、まあ、不明点とかっていうところは解消されるかな、というふうに思いますし、はい。まあ、大変だとは思うんですけど、そういうやりがいのある充実した時間になると思いますね。まあそういう経験を買っていただくっていう意味もあるかなというふうに思っています。新しいキャリアが開けるっていうだけじゃなくて。はい。
まあ、すごく大変ですけど、だけど充実した時間が得られるんではないかなというふうに思います。はい。では、ぜひですね、京都本校に足運んでいただいて、まあ、また、直接お会いできる時を楽しみにしています。